ネブカドネザル4世は、全521年に、バビロン市で権力を握りバビロンの王となって、ハッカーマニシュアサに対する反乱を指導した、ウラルト人の貴族。本名であるアラハという名前でも知られている。彼の反乱は、ネブカドネザル3世による、反乱の失敗から数か月たらずで始まり、アラハは、ネブカドネザル3世と同様に独立した。 バビロン最後の王ナボニドスの息子ネブカドネザルであると主張した。ネブカドネザル4世の支配を確認できる年度版文書の大半はバビロン時代から見つかったものであるが、ウルクやボルシッパのような別の都市でも彼に言及する、さらなる文書が発見されており、バビロニアの中部、南部の大部分において王として認められていた可能性がある。 しっぱるのような北部の都市ではネブカドネザル4世の短命の知性を通じてハカーマニシュアサの統治が継続していた。前521年11月27日、ハカーマニシュアサの将軍、ウィンダファルナフによるバビロン包囲によって、バビロンはハカーマニシュアサによって再占領され、ネブカドネザル4世とその与党は処刑された。 メソポタミアの住民自身による最後のメソポタミアの大帝国であり、そしてバビロニアの歴史における最後の、そして最大の繁栄の時代を築いた新バビロニアは、ハカーマニシュアサのオークル2世による前539年のバビロン征服によって終焉を迎えた。この征服の後、バビロンは独立した王国として再び復興することはなく、 まして大帝国となることもなかった。バビロンはその名声とイニシエの歴史によって重要な地であり続け、さらには巨大な人口と都市壁を持ち、何世紀にもわたり現地の信仰の中心として機能していた。バビロンはハカーマニシュアサの首都の一つとなり、単なる地方都市に降格されなかったために重要性を維持し続けたが、ハカーマニシュアサの征服によって、 現地のバビロニア文化に同化せず、メソポタミアの外側に自身のさらなる政治的中心を維持する支配階級が登場した。この新たな支配者たちは自らの支配を継続する上でバビロンの重要性に依存していなかったためバビロンの名声はいやおなく衰えた。ハカーマニシュアサの王たちはバビロンの王並びに全土の王という称号の使用によって バビロンの重要性を強調し続けていたが、バビロニア人たちは時と共に墓山西朝の支配に対する怒りを強めていった。ペルシア人が外国人であったことはおそらくこの敵とほとんど関係がなかった。バビロニアの王たちに課せられていた伝統的な義務と責任を果たす上では、彼らが民族的、文化的にバビロニア人である必要はなかった。過去において、 多くの外国人の支配者たちがバビロニア人の支持を得ており、多くの現地人の王たちがバビロニア人の軽蔑を買っていた。王の羊よりも彼らが確立されたバビロニアの王室の伝統に沿って王の義務を果たしたかどうかがより重要であった。ハカ西マニシュの王たちは帝国の各地に首都を持ち、バビロンの伝統的儀式に参加することは滅多になく、 神殿の建設と都市神に対する奉納を通じたバビロンの信仰に対する伝統的義務を実行することもほとんどなかった。これらのことからバビロニア人たちはハカーマニシュアサの王たちが王の職務に失敗し、したがってバビロンの真の王として必要な神々の承認を得ていないと考えたのかもしれない。バビロンはハカーマニシュアサの支配に対して数度にわたって 反乱を起こした。最初の反乱は、前522年のネブカドネザル3世の反乱である。彼は、もともとは、ニリンクベールという名前であり、ハッカーマニシュアサの征服以前におけるバビロン最後の王ナボニルスの息子を称した。前520年代の後半は、ハッカーマニシュアサにとって、動乱の時代であり、多数の地域が、 新たに即位した、ダーラヤワウ一世に対して、反乱を起こしていた。この動乱は、ダーラヤワウ一世の即位に伴うもので、ダーラヤワウ一世は、ハカーマニシュアサの王となった、バルディアワガウマータというバルディア本人に、ウ二つの人物が成り済ました偽物であり、彼は戦勝者だと主張しこれを排除したと彼自身が作らせた、ベヒストゥンヒブンで主張している。 これによく似た記録は古代イギリシアの歴史家ヘロドトスも伝えている。しかし、多くの場合ダーラヤ・アウ一世のこの主張は、単なるプロパガンダに過ぎず、打倒されたバルディアは、偽物ではなく、本物であり、ダーラヤ・アウ一世の方が多いを散脱した側であり、それを正当化するために、偽バルディアによる散脱の物語が作られたと考えられている。この経緯も、相まって、 ダーラヤワウ一世は即位後、帝国全土で発生した反乱の鎮圧に奔走しなくてはならなかった。この間の事情もベヒストゥン秘文に衝述されている。ただし、ネブカドネザル三世のものを含めたこれらの反乱の多くは、もともとはダーラヤワウ一世に対してではなく、即位直後のバルディアに対するものであったとする見解もある。これは、 ダーラやアウイッセによる散脱を契機として放棄したと考えるには核反乱者にその準備をする時間的余裕が乏しいとみられること。またバビロンで発見されたバルディア王に言及する文書の中で知られている限り最後の日付を持つものは全522年9月20日付なのに対しネブカドネザル三世に言及する最も早い日付の文書は シッパルしから発見された全522年10月3日付であり、また彼の本名にリントベールに言及する最初のバビロンの文書は10月6日付であることによる。さらに、オランダの学者ウィレム・フォーグルさんは、バルディアが殺害されてから、シッパルしでネブカドネザル3世紀の支配が確認されるまでの期間が4日しかないことを指摘し、当時の通信事情も考慮すれば、 ネブカドネザル3世の反乱は、バルディアの存命中から発生しており、ダーラヤワウ一世の時代まで継続していたものである、可能性があるという見解を出している。経緯はどうあれ、前522年12月13日に、ペルシア軍のティグリス側とかの阻止に失敗した後、ネブカドネザル3世に引きられた、バビロニア人たちは、ユーフラテス川沿いのザザナ近郊で、 ダーラヤワウ一世との戦いで決定的な敗北を被り、その後バビロンは再占領され、ネブカドネザル三世は処刑された。ダーラヤワウ一世のベヒストゥン碑文に描かれた鎖に繋がれたネブカドネザル四世。前522年12月にネブカドネザル三世が敗れた後、ダーラヤワウ一世はしばらくバビロンに滞在し、統治を安定させた。 そして少なくとも12月22日以降バビロンの王として認められ、メディアとペルシアに出発する前521年7月までバビロンに残った。ダーラヤワウ一世が去って、わずか2ヶ月後、ネブカドネザル三世の敗北から1年も経たない前521年8月25日に、彼が不在のバビロンで再び彼に対する反乱が発生した。 この反乱の指導者がアラハであった。彼はハルディタという人物の息子であり、彼自身もバビロニアの出身ではなくウラルトの人であった。彼の父の名前ハルディタは古代ウラルト王国の出身の一柱、ハルディ神に関係するものであった。ハカーマニシュアサの記録では、アラハはドゥバーラという地方から来たアルミニア人であると説明されている。 以前のネブカドネザル三世のようにアラハモナボニドスの息子であると主張し、同じようにネブカドネザルという名前を名乗った。ネブカドネザル四世は、自身のハカーマニッシュアーサに対する反乱をネブカドネザル三世の反乱と連結させるべく、前任者と同じ王名を採用し、自分のアルメニアの出自を重要視しなかった。文書においては、彼が継承した年ではなく、 ネブカドネザル3世の即位念が用いられ、ネブカドネザル4世の反乱が以前のバビロニアの反乱の継続であることが伝えられた。これはバビロニアの神官たちによって図られたものであるかも知れず、その意図はネブカドネザル4世とネブカドネザル3世を同一人物として描き出すことであったかもしれない。 さもなければ神官たちは一年足らず前に誤って戦勝者を支持したと非難された可能性がある。二人のネブカドネザルの知性を統合することはまた、連続する二つの都市が、両方ともネブカドネザルが即位した都市と呼ばれる状況を回避するという実用的な解決策であると考えられていたかもしれない。ダーラヤワウ一世のベヒストゥンヒブンによれば、バビロニア人は速やかに、 ネブカドネザル4世を支持した。ネブカドネザル4世の知性に関係する設計文字年度版文書は、ほとんどがバビロン史自体から見つかっており、ダーラヤワウ一世の支配を認めていたシッパルのような、他のいくつかのメソポタミアの都市からも、同時代の年度版文書が見つかっている。アメリカの歴史学者、アルバート・ティオルムステッドは1938年に、 ネブカドネザル4世の知性はバビロン史に限定されたものであったかもしれないという見解を出した。同時代の記録はしかし、ネブカドネザル4世の反乱はバビロンへと広がる前にウルで始まったと記録しており、また彼の知性の日付のある年度版文書もボルシッパとウルクで発見された。彼がバビロンの宗教当局にアピールするための努力としてウルクとラルサの 年上の心臓を保護するべく、バビロンに集めることに成功したことから、他のメソポタミアの諸都市は、ある程度彼の権威を認めたように思われる。ネブカドネザル4世が、バビロニア中部及び南部を支配したという見解は、最もらしいことと考えられる。ネブカドネザル4世の反乱は、ダーラヤワウ一世の弓持ち、ウィンダファルナフによって、前521年11月27日に、 破られた。ネブカドネザル4世が支配した領域が、ネブカドネザル3世のそれと比べて、小さいことが、ダーラヤワウ1世が自らこれを討伐せず、将軍を派遣すれば十分であると考えた、理由であろう。ウィンダハルナフによる、占領の直後、ネブカドネザル4世は、ダーラヤワウ1世の命令により殺害された。ネブカドネザル四世が貼り付けにされた、 あるいは串刺しにされたというそれぞれ矛盾する記録がある。ネブカドネザル4世を支持したバビロニアの貴族たちは彼と共に処刑された。ペルシアの記録によればその人数は2497人に上った。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスはダーラやアウイス世による長期化したバビロン包囲が将軍ゾピュロスの自称行為による計略で解決され、 シモンと城壁が報復として破壊されたと報告している。ヘロドトスの記録を受ける変年と歴史の説明は、ダーラヤワウ一世に対する二度の反乱の結果、いずれとも調和させることが不可能である。ダーラヤワウ一世が3000人のバビロン市民を串刺しにしたというヘロドトスの記録は、ネブカドネザル4世と、その支持者が辿った運命に言及したものかもしれない。この碑文は次の通りである。 これはアラハ。彼は偽った。彼はこう宣言した。世は、ナブナイタノコナブクルラチャラである。世は、バービルの王であると。バビロニアの王たちには平和と安全を確立し、正義を守り、市民の権利を擁護し、不法な課税を控え、宗教的伝統を尊重し、信仰の慣習を維持することが期待されていた。バビロニアの王の習慣に十分に親しんでいるならば、 いかなる外国人でもバビロンの王となることができたが、おそらくは現地の神官と初期たちの支援を必要としたであろう。日本の学者山本由美子はニセバルディアをめぐるダーラヤワウ一世の主張とヘロドトスの記録について次のように述べている。このように二つの伝承は極めてよく似ているが、それにもかかわらず事実とは到底考えられない。 まずヘロドトスが言うような同一の名前をもって、姉妹をも騙せるほどそっくりな人間は、いたとすればその本人である、可能性が極めて高い。また、不王の在世中に、皇太子の地位を確立し無事即位も果たしたカンビュセスが、相続人もないのに、唯一の実定を邪魔にする理由がない。大いに、それほど近いところにいたバルディアが殺されて誰も知らないということがあり得ようか。 娘もいて、すでに成人していたと思われるのに、バルディアに取り巻きがいなかったとは考えられない。ヘロドトスは、この件に関しては、ダレーオスの主張をうのみにした。つまり、ヘロドトスの情報源がダレーオスに、極めて近い人物だったのだろう。ありがとうございます。